はい、どうも、りーです。最近、最後から1個前のフェスが終了して、残すところ、最終フェスだけになってしまいました。で、今回のファイナルフェスなんですけども、少し前にね、ちょっとした噂がありました。実は、スプラトゥーン2最終フェスでは、姫ちゃんが使う先輩キャノン、そして、飯田ちゃんが使う飯田ボムという、噂だったんですけど、使えるという、なんか、リーク?海外リークかな?公式では発表されてないんだけど、そういう情報があったんですよ。で、その件なんですけど、まだ公式で発表されてなかったので、僕は置いといたんです。もしその、ネタがガセネタだったらみんな混乱しちゃうかなと思って、あえて公式が、なんか言うまでは、ちょっと置いときました。それが、実は、昨日、公式アカウントの方から発表されました。姫ちゃんの使う先輩キャノンと、飯田ちゃんの必殺技、飯田ボムというのが追加され、また、ディア先輩、なんかこれ、二人とも乗ってる、宇宙船みたいなの二人乗ってるんですけど、きっとここでライブしてくれるんだと思います。多分僕たちがミステリーゾーンで戦ってる間、この、テンタクルズはね、多分UFO でいいのかな?未確認飛行物体に乗って、多分ライブしてくれるんだと思います。もし戦わなければずっとライブ見てたいんですけども、またあのフェス、最後のフェスということで、皆さん頑張りましょう。やっぱりね、来ましたね、先輩キャノン、そして飯田ボム。まあ、飯田ボムに至っては、後にこれから出す動画でちょっと説明するんですけども、オクトエキスパンション最後の方に出てきた、ボスの最後の方に出てきたボムですね。先輩キャノンももちろん最後に出てきました。この二人の必殺技が、オクトエキスパンションで使われてたので、なんか伏線としてまた回収されて、スプラトゥーン2最後のフェスのキーアイテムとして出てきたのなんかちょっと嬉しいですね。いや、マジで最後になっちゃうの悲しいなぁ。はい、ということで、後にね、このイーダーボムと先輩キャノンについては、説明プラス、なんか、そういった動画出せたらいいなと思っているので、とりあえずフェスの日にちがね、近づいてきたらね、また、なんか、動画にしたいなと思います。フェスのお題は、混沌か秩序。みんなどっちにするかもう決めましたか?僕はまだ決まってないんですけど、もちろん、イーラちゃんも好きだし、姫ちゃんも好きだからちょっと、なんとも言えないんですけど、まあ、これも近づいたら、決めたいと思います。究極の選択だな。はい、ということで、イーダボムと先輩キャノン、そしてディア先輩号かな?が出るという情報でした。ご視聴ありがとうございました。